リプライブ曲を行います。青コーナーより大原樹里選手の入場です。姿がありますね。北岡選手の盟友ですよね。盟友とも言える、はい、見守る親友の姿もご覧いただきました。今日のセミファイナルです。5分3ラウンド、白いタイツを履いております北岡悟です。こちら髪が明るい大原、5分3ラウンドセミファイナル第1ラウンドの回、突っ込んでいくのは北岡。いきなり突っ込んでいって大原の足を掴みに行く。シャニムに掴んでいきました北岡悟です。さあまずは主導権を握ろうという北岡悟の攻撃。さあどうするかですね、はい、かなり持ち上げる。そうですね、はい、さあそして勝ちました。どういった印象がありますか。うん、まあ、本当にさっきあの本人 の, あの VTR の中のコメントにもあったように、はい、やっぱりあのディープっていう堀をやっぱりあの最後まであの持ち続けて戦ったことが、はい、あの勝敗を、はい、あのきちっと自分の存在を見せたいという思いが強く出た試合だったかなと思いますよね。さあ足を取っている、足を掴んでいる。さあ大原これをどうしのいでいけるか。かなり足は深いです、はい、さあ逃れようとする大原、しかし北岡が足を決めに行く。その顔を蹴って逃れる。そうですね、あっと取ってた。さあ手を取っている、決めきれるのか。パンチで応戦する大原、全く動じてないですね北岡選手、はい、いや決めてると思います。さあそして抜けた大原がパンチを、北岡選手下に下に下に下、そう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 、それを変化を加えて足を掴んでいった。こちらの見せ場も十分にあるこのセミファイナル。あのパンチダメです、はい、大原選手パンチも肘もすごく重いので、はい、できるだけ本当に、ね、一発やっぱ大原選手対戦相手聞くとやっぱり、はい、拳が、ね、すごい硬いらしいんですよ、うん、はい、重い一発持ってるんで、はい、押し付けております格好です大原樹里。さあ榊原さん、はい、北岡悟についてもお話を伺いたい。もう雷神でも心震える戦いを何度も見せてくれ、超えたところに北岡の価値があるというかですね、まあ本当に実力以上してくれるんで、今日もそんな何かみんなの記憶に残るような戦いをこの100回記念、雷神でも出血しながらでも勝利をもぎ取ったりというところがありました。レイかかりました。切れるかが勝負だと思いますね。膝を合わせる、はい、膝キックパンチタックルに行く北岡。この長い足の大原をどうかいくぐっていけるのか北岡。左のパンチちょっとバランスを崩した。カウンターが入りましたね。組み抜いた、組み抜いた。
ちょっと大岡と動きがスローモーだったところにカウントありますね。北岡悟という強大な壁を打ち破りました。見事な勝利を見せましたね。1ラウンド4分43秒での決着劇。いやさっき熊久保さんも言ってたようにやっぱりあっちの試合ライジンの舞台で勝ったあの試合が、はい、彼をこう強く、はい、この強豪北岡に対しても物怖いですね。ここで熊久保さん、はい、聞いてしまったんですね。そうですね、カウンターですね、はい、これさすが ちょっとやっぱり動きがスローモーだったんですよね、北岡選手がその前から、はいはい、そこに大原必殺のパンチが炸裂する、この持ち味が光る戦いでしたね。それで勝った大原選手っていうのは、はい、ある意味ベルト以上乗り越えることができたという、そうですね、確かな大きな一勝ということでしょうかね。いやそれでもダメージが相当深い、はい、というところですね。ここで熊久保さん、はい、聞いてしまったんですね。そうですね、カウンターですね、はい、これさすが ちょっとやっぱり動きがスローモーだったんですよね、北岡選手がその前から、はいはい、そこに大原必殺のパンチが炸裂する。やっぱり北岡悟の戦いというのは勝っても負けてもその目に、ね、あの時からやっぱり大原選手っていうのはもう本当にあの花をですね。ここで熊久保さん、はい、聞いてしまったんですね。そうですね、カウンターですね、はい、さすが ちょっとやっぱり動きがスローモーだったんですよね、北岡選手がその前から、はいはい、そこに大原必殺のパンチが炸裂する。北原さん、はい、大原ジュリーまたアピールもありましたけれども、また大舞台でという姿、我々はプロとしてこう色気が出てきたというか、花、はい、を、ね、開かせる、はい、段階に入ってたと思うんですね。はい、でもやっぱここまでね、ところですね。ここで熊久保さん、はい、聞いてしまったんですね。そうですね、カウンターですね、はい、さすが ちょっとやっぱり動きがスローモーだったんですよね、北岡選手がその前から、はいはい、そこに大原必殺のパンチが炸裂する。北原さん、はい、大原ジュリーまたアピールもありましたけれども、また大舞台でという姿、我々はプロとしてこう色気が出てきたというかですね、はい、来ましたね。見事な勝利でさらに上へと登っていきそうです。今北岡がというところですね。ここで熊久保さん、はい、聞いてしまったんですね。そうですね、カウンターですね、はい、さすが ちょっとやっぱり動きがスローモーだったんですよね、北岡選手がその前から、はいはい、そこに大原必殺のパンチが炸裂する。北原さん、はい、大原ジュリーまたアピールもありましたけれども、また大舞台でという姿、我々はプロとしてこう色気が出てきたというかですね、はい、コメントがありました、はい、まあね、1回目が後ろですよね、はい、シュートで終わって戦うその技術スキルアップもそうですけど、はい、プロとして のスキルアップというか、魅力の方もどんどん増してるんでですね、はい、戦う姿も含めて、はい、やっぱり魅力がありますよね、はい、楽しみにしていきたいところです。大原樹里が